さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は二度寝して大変元気でございます。さてさて、今日の名言のコーナーでございます。今日はですね、まあ戦争を体験した方、イギリスの首相チャーチルさん、まあ戦争を体験したような人だからこそ言うような名言でございます。私たちにも響いてくるのではないでしょうか。厳しい言葉ですが響いてきます。はい、では申し上げます。過去のことは過去のことだと言って片付けてしまえば、それによって我々は未来をも放棄してしまうことになる。その通りだと思います、はい、過去のこともきちんと忘れずに教訓として残し、そしてそれを未来へ生かしていく、大事なことですね。もうちょっと笑えないですね、はい、笑えませんよ。戦争の時の話ですからね、はい、ロンドンに空襲が来ましたからね、ドイツ軍からね、はい、それを忘れてはならないということですね、はい、多分そのこと言ってるんじゃないかな、はい、ということで今回も最後の最後の最後にもう一度名言を申し上げて終わりたいと思います。皆さんまた別の配信でお会いいたしましょう。それでは参ります。過去のことは過去のことだと言って片付けてしまえば、それによって我々は未来をも放棄してしまうことになる。